今日は今日は俺の友達がジロッケンファミリーとして遊びに来てくれました、テンパレーからエミーでーす。ありがとうございます。よろしくエミちゃんが、うん、みんな友達でしたね。でも言うたってそうだね、うん、なんかちょっと変な感じだよ、変な感じ、ね、もうね、うん、楽だな、なんか気が楽だわ。そうね、めちゃめちゃ深いもんね今日ね一段とだもんね。確かに宇宙、日本、世田谷、環状7号線沿いに夜な夜なたむろする次世代音楽的重要人物たち。まだ誰も知らない、みんな気づいてない、いつだって夜明け前はとても落ち着かない。今夜も新しい音楽がここに。ジロッケン環七フィーバー、ようこそ。こんにちは。こんにちは。すげえ。チビ毛量だよ。言い方が妖怪みたいな感じ。妖怪。ということで今日はフリスキットの皆さんが遊びに来てくださいました。よっしゃー。どこ見たいかわからん。いや気持ち明るくなるな今日は。だってさ、これが後列にいるバンドってない。大概前やろっていう感じ。ドア玉からハイテンションのド派手な彼らの名はフリスキット。全員個性が強そうなルックスの4人が鳴らすのは古き良きロックを現代にアップデートさせたまさに21世紀のロックンロール。2017年からセサミとして活動し、耳の速いリスナーにはすでに名の知れた彼らですが、今年の1月に突然バンド名をフリスキットに改名。まずはその理由から聞いてみましょう。じゃあまずその改名しましたから聞いていきましょう。バンド名、はい、そうなんです。ですね、今年の1月1日に、フリスキットという名前に、変えたんですけども、もともとですね、僕とこのキョロと僕がルージュスっていうバンド組んでて、うん、まあ、ちょっとドラムの子がちょっと急遽抜けちゃって、でなんでこのルージュスで決まってたライブもあったんですけど、はい、抜けちゃって、でちょっとどうしようかってなった時に、ちょっとまあだったらちょっと新しいバンド組むかみたいな、なるほど、感じを持ってこの2人に声をかけて、そう、そうそうそう、それで、なんでそれとりあえず本当に仮って感じでつけてたんで、もともと名前は変えようと思ってて、なんで世界君ももともとサポートでやってもらったんですよ。で1年やる中でこう自分らの音楽とかでこう仲も良くなって、じゃちょっとやるかっていう感じで今年名前を変えて、で正式に入ってもらって、はいはい、フリスキットでこう1年やって自分ら体現できるような名前がいいなと思って、まあ、フリスキーってい う, こう飛び跳ねるとか病気とかなんかじゃれるみたいな、まあ、主にこの人が担ってるんですけど、ゲー完成してんじゃん、綺麗に。なんじゃその、これもすごい昭和よね、もうやってることはね、これフリスキットだわ完全に。の名の通り陽気なバイブスがダダ漏れの4人。ただその魅力はルックスだけでなく、聴くものを全力で楽しませるその音楽。まずは先日行われた最新ライブをご覧ください。
屋台骨ひよこ。これはもうリーダーということでいいですか。リーダー、僕リーダーでいいですか。いやもちろんもう後ろの二人面白い。面白いね。全然面白くない。全然面白くない。全然面白くないよ。曲は全部ひよこくん、ね、曲もいろいろってトラックとかもいろいろこう、うん、作ってちょっとこういう感じでってやってもらったりとか。なんかじゃあ本当雑務とかも全部ってことですか。そうですね、基本的にやってますね。なんか、うん、そうですね、もう僕がやったら早いかぐらいの感じなんで、もうバーっていろいろやったりとか、もう CD の梱包とか僕がこうやったりとか。それは前私がやってた。そうだよね。これ苦労しますな。苦労しますなこれ。なんか本当にここがやっぱり強いんで、ここ僕が一番真面目なんですよ、この中で。今やっと分かりました。まとめの、まあ、多分いっちゃ普通です。なんでみんな自由にやってって感じです。他は全部僕やるからみたいな感じで。南條さんのね、完全に副兵だもんね。一番ちゃんとしようかと思ったらもうガンガン壊っていって。周りのさ3人はさ、やっぱひよこくんに対してこう感謝はこうなんの気持ちとしては。それはもう、はい、それはもうね、もちろん感謝と楽しいな。それはもう日々感謝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 。曲作ってくるから。あ、そうか、雑務じゃないもんね。そうですね、曲は好きなので。あ、そう、嬉しいことですね。ひよこくんの歌詞がめっちゃ良くて、あー、おー、おー、なんかもう確かにこんな目の前で褒めてくれるいる。メンバーにさ、歌詞めっちゃいいんすよ。嬉しくない。やめ、嬉しい。いいよね。うん、いい、なんのこさんの歌詞めっちゃいい。だからよ、本当にそう思う。嘘だ、本当わかんねえな、もう。でも本当になんか本当本当本当 ね、本当、うん、僕に作るのやつをこうなんか本当にこう信じて好きって言ってくれてるんで、うん、本当、あ、じゃあやってるっていうか、僕はやりますよ。ふざけているだけかと思いきや、固い絆が垣間見える4人。裏ではこんな熱いやり取りもあったそうです。この人が実はでもすごいかっこよくて、僕がなんかいつもなんか2人でいつもなんかいろいろ決めちゃって、なんかすいませんとか言ったら、あ、もう全然それはもう全部見えてるんでしょみたいな、ついていきますよ、2人でエレベーターでこう言ってくれるかっこいいとかあるんですよ、実は。言うんすよ。それ言っちゃ、それ言っちゃダメ。言うんすよね。それ言っちゃダメ。しかも2人の時言うんすよ。いいな。そういうの言っちゃダメです。あ、それ言わない方がよ。そう、あれがかっこよかった。お互いを信じてるからこそ生まれるグループ、フリスキットのロックンロールにはそんな魔法がかかっているのかもしれません。俺はただただ必死にやるっていうことを考えてます。その時の衝動で動いてるというか、その時やりたいと思ったことを素直にやるっていうのを心がけてます。一個のライブハウスに適応した自分のサウンドを出せるようにっていうのは一番意識してます。多分ライブで一番楽しいのは私だろうなって思ってます。
前はもうパフォーマンスに悩みまくってだいぶくすぶってる時期あったんですけど、もう正解わかんないので考えるのやめたらだいぶ楽になりましたね。あんまり今札幌に男臭いバンドというかグーを作って拳を上げてなんかもう汗だくでみたいなそういうバンドは意外と いないなと思ってて、そこが強みですかね。ライブの熱量ですかね。ライブが一番熱い、そこしかないから臨場感とか多分うちにしかないんじゃないかなって思ってます。ゴミ箱のそこにあるシミのような青春を全部誰にもできないことがまずしたいですね。自分の武器を持って世界に通用するドラマーになりたいと思ってます。最近若い女の方が結構増えてきてて嬉しいですね。同じ世代の女子とかいると、今まで生きてきて一番楽しんで、もうこれがやりたくないなっていう感じです。北海道出て本州でやらせてもらったりとかそういう機会が結構増えてきたので、2019年はもっといろんなところに行ってみたいなと思います。